こんにちは、月島です。副特徴周囲で働いてるお客さんから香類焼酎をいただいちゃいました。いつもありがとうございます。トーバートーバー。あんまりチューハイを飲まないので、何か作ろうと思います。梨。梨の果実酒を作ってみます。結構売って、ドバー。果実酒を作るときは、酒税法に注意です。以下の場合に例外として酒税免除です。詳しくは国税庁のウェブページを見てね。ということで、これは 25% で自分で飲むので大丈夫そうですね。ちょっと早送り。この辺は梨とかのフルーツが豊富です。ということで、ふんだんに入れましょう。このくらいでいいか。蓋をして、数日置いてみよう。前に松本くんが梅シロップを作ってた容器です。出ておるかね。いい色です。こんな黒っぽくなるのね。がっちり蓋をしております。オープン。いい香りです。味見してみようね。琥珀色だわ。